プジョー、プジョープジョー SA は、フランスの自動車メーカーで、かつ、世界最古の量産自動車メーカーである。同じフランスのシトロエン等を参加に持ち、企業グループ、グループ PSA を構成している。その他、50cc、500cc のモーターサイクルを、欧州市場にて、製造を販売している。また19世紀末より1980年代まで。 自転車を製造しており、プジョーの自転車は、通算10回、ツールドフランスの総合優勝者の使用機材となっている。後ろ足で立ち上がるライオンをかたどった、企業ロゴ、ベルホールのライオンを採用している。フランス東部、フランス市コンテのバレンティーニにて1810年頃から、霊感製鉄、歯車、ペッパーミル、小小引きやクジラの骨から、 コンパドゥールスカートの骨を作ったりする金属、製造業を、A でいたエミール・プジョーとジャンペリエの息子として1849年に、生まれたアルマン・プジョーが1865年から経営に参加し、後に会社として、プジョーを創設した。1882年にレグランドバイというペニー、ファージング型の自転車を、同社のラインナップに追加、その後自動車に興味を持ったアルマンは、 ドイツの技術者であり、来年期間及び自動車開発のパイニアであった、ゴッドリープ・ダイムラーらと会った後、1889年に蒸気エンジンを搭載した三輪のプジョー発の自動車を4台、製作し自動車製造業を始めた。翌1890年、ゴッドリープ・ダイムラー、エミール・ルバスソールと会合した上で、パナールが、ダイムラーのライセンス下で製造する。 ガソリンエンジンを蒸気エンジンに代わって採用することにる。その後製造台数を徐々に増やしていき1895年までに約140台を製造しており、世界最古の量産自動車メーカーの一つとして知られている。1896年には初のプジョー製エンジンを搭載したタイプ15を登場させると同時に、ソシエテアノニムデスオートモビルズプジョーを創立し、 オいのロベールの経営によって発展を続けていく。1974年には経営不振だったシトロエンを吸収合併し、持ち株会社、PSA プジョーシトロエン、当初はターンに、プジョーソシエテアノニプジョー株式会社、PSA を設立、さらに1979年にはクライスラー UK、キュールーツグループ及びシムカを参加に収め、 フランス最大の自動車メーカーとなった。自動車だけではなく、スクーターなどを中心に、自動二輪車も別会社、プジョー・モトシクルで生産している。PSA グループの自動車生産台数は、ホンダ技研工業と、ほぼ同規模である。1929年に登場した201から、乗用車の社名を、X0X のように真ん中に、ゼロを入れる3桁の数字とする伝統が続いていた。 ちなみに、ポルシェが開発コード901を市販化の際に911と改めたのは、不要からの申し立てによるものである。2004年発表の1007から、MPV や SUV 系の車種に4桁の数字を、社名とする規則が導入され、さらに2010年の RCZ では201以降、初めて数字を用いない社名が使用れた。2012年。 小型セダン301の投入と同時に、プジョーは80年以上続いた命名規則を改めた。最初の数字は引き続き車のサイズを表し、真ん中の数字は引き続き、0、または、00となる。しかし、最後の数字については世代ごとに増やすことをやめ、ヨーロッパ向けの主力車種に、8を、新興国市場向けの車種には、1を適用することとなった。なお、 301の社名は1932年から1936年まで販売されていた車種に使用されていたものである。2013年には新命名規則の第2弾として2代目308が発表された。1950年代以来新東洋企業、西部自動車販売によって輸入されてきたが、販売は振るわなかった。しかし1980年代半ばより、 オースチン・ローバージャパンとスズキが輸入元となって発売した霊語 GT が人気を得ると徐々に注目を集めるようになった。フランス・プジョーの日本法人・プジョー・ジャポンが自ら輸入販売するようになった2000年、平成12年以降には205の後継者206がヒット商品となり2003年、平成15年には 過去最高となる年間登録台数15,330台を記録した。プジョージャポンは2009年、平成21年にシトロエンジャポンと合併、プジョーシトロエンジャポンとなった。サイクルヨーロッパジャパン株式会社が、プジョーからのライセンスに基づいて、企画、製造委託、輸入、販売を行っていたが、2004年、平成16年末をもって、 ライセンス契約が終了した。その後は、プジョーシトロエンジャポンの子会社、プジョーシトロエン東京が、台湾のパシフィックサイクルズ社による、企画、製造品を輸入していた。しかし2011年から再びサイクルヨーロッパジャパン、株式会社が、プジョーブランドの自転車の企画、製造委託、輸入、販売を行うようになった。 ただし、プジョーは自転車から完全に撤退してしまったわけではなく、自転車競技チームのチームプジョーサイクルズ日本のスポンサーなどもしている。プジョーには、日本のプリンス自動車、第1号車、プリンスセダンのエンジン設計の手本となったという、逸話が残っている。第二次世界大戦直前、ブリジストン創業者、石橋昭次郎は講演していた森氏、奈良橋渡る、後に、 政治家となるが突伏する際に一番評判の良い小型車を買ってきてくれと依頼した。奈良橋が選んだのは、プジョー202であった。この202は、戦中戦後にわたって、石橋家の自家用車となったばかりでなく、その 1200cc エンジンは石橋がオーナーとなった、富士精密工業が1951年に最初の4気筒 1500cc ガソリンエンジン、 FG4A を設計する際の手本となった。このエンジンは改良が加えられ、プリンス、日産合併後の1968年、昭和43年まで、スカイライン等に使用された。最終的に、プリンス G1G2 と呼称されたシリーズである。浮上車の特徴として、 独特の設定がなされたサスペンションと自社製作のショックアブソーバーによるしなやかなで路面に吸い付くような接地感のある足回りが挙げられることが多い。その乗り味はシトロエン車にも共通するものがあり、テレビ神奈川の新車情報の中で自動車評論家の三本和彦がシトロエン車の乗り味を猫を追い飛ばした時の様と表現したことから、 フランス車の乗り味を猫足と表現されることが多くなった。現在ではブランドシンボルがライオンであるため、同社の乗り味を猫足と表現されることが多い。一般的には走行安定性を得るためのサスペンションは硬くなりがちだが、不条車では柔らかい乗り心地と安定性を高次元で両立している。良好な乗り心地にはフランス車に共通のソフトで 腰のあるシートも大いに貢献している。サスペンション設計自体は決して前衛的なレイアウトを取らず常にその時代ごとの重要な設計を基調とするがフランスでも早期の1931年に201、301 2、前輪独立喧嘩横置きリーフスリング式を採用。1948年の203では固定軸のリアサスペンションを コイルスプリング指示とするなど進歩性も併わせ持つ。プロペラシャフトを低く位置させる低消化を目的に1950年代までディファレンシャルギアへの動力伝達に時代遅れなウォームギア方式を伝統的に使ったが、プジョーのウォームギア加工は高精度で実用性能はスパイラルベベルギアを使った同時代の他社に劣らなかった。また、 1960年の404から406の時代までの40年余りデザインコンサルタントに起用したイタリアのカロッツェリア・ピニンファリーナによる控えめかつ優美なスタイリングを特徴としていた。近年では206以降車内デザインが中心となり釣り目のヘッドライトと大きなエアインティークによる大胆な顔つきとなった。しかし、 創立200周年を迎えた2010年以降は、チーフデザイナーに就任したジルビダールの指揮下でシンプルなデザインに回帰しつつあり、量産車では、プジョー508から新しいデザイン言語が導入された。プジョーは人類史上最古の公式レースである、パリルーアントライアル1894年に5台のマシンを投入するなど、古くから積極的に、 モータースポーツ活動に取り組んできた自動車競技自動競技の起源1910年代にはアメリカのインディ500に自前の車体で参戦し、3度優勝を遂げた。1980年代に、プジョーはモータースポーツ部門であるプジョー・タルボスポール、現在はプジョー・スポールを立ち上げ、世界ラリー選手権、ダカール・ラリー、パイクスピーク・ヒルクライム、 ルマン24時間レース、セブリング12時間レース、スポーツカー世界選手権、世界ラリークロス選手権など参戦したレースは、会一以外のすべてで、総合優勝、チャンピオンを獲得している。2018年をもって、世界ラリークロス選手権とダカールラリーから撤退したため、2019年現在は、WRC2 や、 地域ラリーへのグループ R カーのプライベーター販売を行う程度に止まっている。プジョーは1882年発表のグランドバイから1926年まで自転車を製造を販売していた。自転車部門は1926年に別会社として独立し、モーターバイクの製造にも進出したほか、スポーツ用の自転車の名門としても知られたが、1980年代には、 その勢いは衰え、1987年にモーターバイク部門が分離。1980年代今つには、プジョーブランドの自転車の商標権をサイクルユーロ、サイカリリーップに対応した。しかし1990年代に入って自転車市場が復活の兆しを見せたため、1990年代今つにオートモビルプジョーは自転車部門の復活を決定。現在は、 マウンテンバイク、クロスバイク、ツーリング車、子供用自転車の4分野で自転車を販売している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。